線街付近に来ているので、まあ相変わらず運転中暇なんで少し動画の方を回しています。今日なんですけれども、今回は、剣道と剣術に共通する話なんじゃないかなというふうに、思います。刀の振り下ろしと反動の話になります。で、刀の操作と反動は切っても切れない関係なんじゃないかなというふうに、思うんですけれど、刀を操作する以上必ず反動は生じるんじゃないかなというふうに思います。で、このおよそ6km 先、この関係性についての理解がないと刀をうまく操作することが、できないんじゃないかなというふうに思います。反動というのは物体が動くときにその動きとは逆向きに、生じる力のことを言います。多分文系なんでちょっと詳しくないので分かんないですけど、物体が動くとき必ずその反対方向に、この反動というのは、発生します。銃を撃つ場面とか想像していただくと反動というものが、イメージしやすいんじゃないかなというふうに思います。銃を撃つと弾が飛んでいく方向とは逆向きに、反動というものが生じます。つまり、銃本体が、後ろに押されるという形になります。弾自体は軽いんですが、それが高速で発射されるために、大きな反動が生まれます。当然弾が重くなれば反動も大きくなります。物体の動きが速くなれば速くなるほど反動は大きくなり、物体が重くなれば重くなるほど反動は大きくなります。反動は剣道剣術でも当然、生じます。例えば振りかぶるときや振り下ろすときなんかに、この反動というものが大きく、影響してくるんじゃないかなというふうに思います。振りかぶるときは腕を持ち上げる方向とは逆向き、つまり下方向に、反動が生じます。そのため振りかぶるときは体が沈み込むような、力が生じることになるんじゃないかと思います。逆に振り下ろすときは上向きに反動が生じると思います。体が上に浮かび上がろうとする、反動が生じます。振りかぶりから振り下ろしの動作には体が沈む浮き上がるといった力、浮き上がるといった力、振りかぶりから振り下ろしの動作には体が沈む動きから体が浮き上がるといった力、反動が必ず発生します。この一連の動きを早くやろうとすれば当然早くした分だけ反動が大きくなります。この反動をうまく処理できないと体の上下動が大きな動作になってしまいます。剣道経験者の方は初心者の方が竹刀を振っている時の姿を思い出してみると分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。竹刀を持った腕の動きに合わせて体が大きく上下動しているんじゃないかなというふうに思います。特に振り下ろしの際はなるべく素早く振ろうとするために反動も大きくなってしまいます。そのため振り下ろす瞬間に頭がひょこっと持ち上がってしまうという、そういう動作になっている場合が多いんじゃないかなというふうに思います。これというのは初心者の方が刀と腕を振る時の、反動ですね。この反動をうまく処理できていないから、そういうふうに上下動が大きくなっちゃうんじゃないかなというふうに思います。しかし剣道上級者の方であっても相手に向かって飛び込みながら竹刀を大きくかつ素早く操作するということは難しいように、見ていると思います。以前動画にしたんですけれども、素早く刀を振りかぶって即座に振り下ろすという動作は案外、難しかったりします。いや、できるでしょうという方はぜひ私の以前の動画を見ながらちょっと試してみていただけると、面白いんじゃないかなというふうに思います。振りかぶりから振り下ろしの動作に移る際に、それらの動作が別々にいわゆるこう二挙動に振りかぶって止まって振り下ろすみたいな、そういう二挙動になったりとか、他には腰が大きく後ろに引けた動きになったりとか、そういう風な動きになってしまったりするんではないでしょうか。これは腕を大きく動かす分反動の処理が難しくなるからです。また動画の中で振り下ろしの際に特にインパクトの瞬間ですね、刀が相手に当たる瞬間に足を地面に強く踏みつけているんですけれども、
これはその踏みつけの反動を腕や肩に伝えていくという、肩の動きに差異を生み出すという、目的もあります。足を地面に鋭く強く踏みつけるということは、踏みつける方向とは逆方向ですね。つまり上向きの、上方向の反動が生じます。つまり腕や刀を上に持ち上げるという、そういう動きになります。単純に考えれば振り下ろし動作を阻害するような、動きですが、この踏みつけの動作によって刀の動きに、鋭さを与えています。これも以前動画で説明しましたが、刀はその重心を軸に回転させる力を与えて操作しています。シーソーみたいな動きになりますかね。つまり刀が相手に当たる瞬間、刀の端、柄の後端を持ち上げる動作をすることで、その刀というのは重心を軸に、回転することになり、刀の先端ですか、切っ先部分、この部分を、加速させることができます。先ほどお話しした踏みつけの動作、踏み込みですかね、音を立てて地面を踏みつけるという、この動作はこの柄の端を持ち上げる動作を助けるという、そういう動きになっています。踏みつけの動作によって生じた上向きの反動が、刀の後端を柄の端っこですよね、持ち上げる動作を、助けていくと、そういう、相互作用の、動きになっています。これによって刀の先端を加速させるという、そういう話になっています。さらに腕の振り下ろし動作によって生じた上向きの力を、足を持ち上げることで処理して、さらにインパクトの瞬間の柄後端を持ち上げる動作を踏みつけの動作で助けるという、こういった相互作用が働いていて、振りかぶりと振り下ろしの双方を助けているように、私はちょっとやっていて思うところであります。これにより振り下ろしの際の体の浮かび上がりというのを抑えることができ、スムーズな体さばきができるようになります。これによって刀を大きくかつ素早く操作することができるため、十分に強い打ちが可能になるんじゃないかと、そういうふうにも思います。じゃあ具体的にどうやって、じゃあ具体的にどうやったらいいのかという話なんですけども、それはまた別の機会に話せたらなというふうに思っています。いろいろ考えてみると、結構話は複雑で、竹刀なのか刀なのか、使う道具の、獲物の重さによっても踏み込みの強さが変わってきたりとか、あるいは刀の振り下ろし方によって、踏み込みの動作が変わってきたり、あるいはほとんど不要だったりとか、ちょっと一概にはなかなか言えなくて、話は複雑だなというふうに思っています。これはやはり反動といった相互作用があるからですが、いろいろな状況ごとに検討した方がいいんじゃないかなというふうに、感じております。とりあえず今回は反動といったものが存在し、それが身体操作と、切っても切れない関係にあるということだけ、お話しできればいいかなというふうに思っています。力学的な斜め左です、またいろいろ見えてくるもの、こういう力学的な考え方をするとまたいろいろなものが見えてくるのかなというふうに、考えております。で、私のやり方、考え方は一般的ではないので、おそらくどの流派にもないんじゃないかなというふうに思います。本当に完全に我流になるので、いろんな意見があって、いいんじゃないかなというふうにちょっと思っています。そのため皆さんのご意見とか、ご感想を聞かせていただけると、いいかなというふうに、感じております。ちょっと目的地がなんかちょっと近いんで、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。また今回もちょっと拙い説明で申し訳ないんですけども、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあちょっとまた解説の動画作っていこうかなと思うので、目的地に近づきました、案内を終了します。なんか目的地ついたんで動画終わりにします。皆さんどうもありがとうございました。見えますかね、温泉地って感じですよ。見えますかね。